宮部みゆきさんの北北鳥物町に小宝船、宮部さんと対談をする機会があったんです。よしよし、皆さんようこそ。よしよし、最近どんな本をお読みになりましたか？私はこちらです。宮部みゆきさんの北北鳥物町に小宝船、これは前回もう1年前ですか、はい、このチャンネルでもご紹介した北北鳥物町の続編になります。で、実は今回この小宝船の発売にあたって月刊 PHP という雑誌で宮部さんと対談をする機会があったんです。たっぷりお話を聞いてまいりましたので、その部分、ちょこっといや、たっぷりお届けしたいと思います。対談の模様はその雑誌を読んでいただくとして、まずどこから行きましょうか。この小宝船の登場人物、そしてこの第一巻との関わりですね、これをご紹介したい。そのためにはね、これがとっても役に立つんですよ。これは実は書店のポップ用のをいただいてきたんですけれども、安心してください、ちゃんとねこういうのが入ってます。これを拡大したものですね。これを見ると登場人物、それから今までの宮部さんの作品との関わりで、今回また新たに加わった人物、全てがここにありますので分かりやすいです。まずは主人公は北一くんですね。あ、ここですねいました、いました、この子です。この子はですね、実は3つの時に親とはぐれてって言いますか、親に捨てられたのかな、迷子になっているところを、千吉親分というね、岡っ引きの親分に拾われて、そこで育てられたんですね。で、岡っ引きになるのかな、どうなんだろうと思っていたんですけれども、北一くんはその振り売りというのを始めます。で、この第1巻の中で、その初めは箱を下ろしてもらってそれを売るということだったのを、自分でも作るように、制作できるような体制を作る。で、それがますますその商売として頑張っていくというのがこのシリーズの2になりますね。北一君、そしてもう一人の主人公北地、この子が謎のままで終わってるんですよね。で、どんな子か、この子は行き倒れてたところをお風呂屋さんですね、はい、銭湯のおじいちゃんおばあちゃんに助けられて、そこで釜炊きとして働くようになった子なんですけど、めっぽう強いんです。はい、本当に強くて寡黙で、ひょんなことでこの2人は知り合って、なんだか助けてもらって、はい、取り物をこれからしていくんですよね。このシリーズの2で少しこう喋るようにもなり、でもまた謎が残ってます。で、実はですね、北地君は、この初物語という別のものになりますが、宮部さん の作品の中で謎のいなり寿司屋の屋台の親父っていうのが出てくるんですけども、その人物とどうやらつながりがあるらしいということで、こちら、はい、さらにですね、この北一くんが今住んでいる長屋というのは富館長屋というんですが、その富館長屋というのはこの桜宝皿という、やはり宮部さんの作品の舞台になった長屋です。で、そこの登場人物たちが今回もこのシリーズにも出てます。なのでぜひこちらも、さらにですよ、今回は宮部さんのボンクラのシリーズに出てたおでこちゃん、で、政五郎、今大呼びになってますね、こういった人物まで出てくる。弓之助の消息もちょこっと出てくる。だからそちらもぜひ読んでいただきたいということで、宮部さんのいろんなシリーズのあの人、この人が少し年月が経ってこうなりましたという形で、この北一くんたちに関わってくるんですね。この最初のシリーズ、この1冊目が出てから2年経ちました。はい、で待ち遠しかったんですよね。皆さんもこれ出た時に本当に出た来た来たと思ったと思うんです。で、この先どうなるんだろうということを伺ったんですけれども、安心してください、どんどん
続いていくそうです。ずっと書き続けるのだと宮部さんはおっしゃってくださいました。で、その話の中で、あの人物どうなるんですか、あの子はああだから、いや、それはごめんなさい、私はまだ読んでないんですが、何ですか、もう次の話の話でした、それはどうしよう、聞かなかったことにしようなんていうことがありました。とにかくもう次々と話は進んでいるようです。そしてもう一つ、三島屋のシリーズ、これも続いていくそうです。会期、江戸の会期は三島屋で、捕物はこの北北捕物町でというふうにおっしゃってました。この北一と北地、この北北コンビがそれぞれに成長していく、自分の力で人生を切り開いていく、その中でどう成長していくのか、これが描かれていくのだそうです。で、一つとても気になったので聞いてみたんです。この北一くんというのは、主人公なんですけれども、みなしごだったと、頼るもの何もない状態で親分に育てられた、そういう子なんですね。身寄りのない子、もうそれだけでもね、人生の出発点としてなかなか大きなハンデだと思うんです。それに加えてですよ、この子は薄毛というハンデを背負ってるんですよ。若い男の子になかなかあんな試練を課しますねというふうに伺いましたら、これはですね、もしこれがドラマ化される場合に、今の男の子たちが、カツラじゃなくて地毛でなんとかなるように、つまりその曲げが言えないような薄毛であると。で、当時江戸時代にもそういう人はいたんだそうです。で、そういう状態でこの挿絵だと、このザンバラな、ちょっとね、でも普通にそこら辺にも見かけるような、この現代的な頭でそのまま演じてもらえればという、そういうことが宮部さんの中では作戦としてあるようなんです。さらに言うと、この北地君というのは行き倒れてた子 で、そのめっぽう強いと。で、いつもその鎌たきという仕事は、汚れ仕事ですから、そのボロボロの服を着て髪も伸ばし放題で顔もよく見えない、だけど実はその顔は人形のように綺麗な子なんですって。だけどザンバラ髪なんですよ。これもそのまんま現代ものでとして、普通にあの男の子たちが演じることができる、綺麗な顔の男の子が演じることができる、なんならジャニーズの子にも演じてもらえるんじゃないかとおっしゃってました。そこまで考えてらっしゃるんだと。いや、だけど本当にね、これがシリーズとしてこれからどんどん出ていくのであれば、確かに映像としてドラマとしても見てみたいなという気持ちが、とてもその期待は高まりますよね。ですので今日はですね、駆け足ですが、これとにかく第2弾が出ましたということで、できたら第1弾から読んでいただけるといいですし、そして次の作品を待つ間に、もう先に読んでらっしゃる方はいいんですけれども、じゃあこれ読んでなかったから読んでみようかなとかいうふうに進むと、どんどんこうその物語の奥行きが深まっていくというか、広がっていって、また自作への期待も高まっていくのではないかと思います。いや、本当にその対談の時も私は非常に緊張して臨んだんですけれども、宮部さんがとてもとてもにこやかに楽しくお話をしてくださるので、もうあっという間に90分ぐらいですかね、お話をして、あっという間に時間が過ぎてしまいました。またできたらお会いする機会があればな。最後に自慢を一つ言ってもいいですかこれサインいただいたんですよ。もうね、本当にこれ宝物になりました。もう一ついいですか、もう一つ自慢しちゃう。実はこのブローチいただいたんですもうこれは絶対の宝物ですね。ちょっと今日は自慢を交え、駆け足ですがご紹介しました。小宝船、北北捕物帳、ぜひお読みになってください。本当に楽しい、あったかい、そして先が気になる、あの人物これからどうなるんだろう、あの人一体何者なんだろうと、ワクワクが止まらないシリーズです。では今日はこの辺りで、よしよし。